サソリ座の運勢。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日はサソリ座さんへ2020年の下半期から2021年にかけてのハッピーアドバイスをお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。環境は変わっても軸となる存在に。早速なんですけれども、サソリ座さんにお伝えできるメッセージとしましては、特にですね2021年は予測できない転換期となる可能性があります。おそらく家族やファミリーですね、仲のいい人たちの中で軸になるような存在になっていかれる可能性があるタイミングでもありますので、今までのその経験をもとに居場所を変えられたりとかされたとしても、その経験を生かして重要な役割を任されるのではないかと思います。どちらかというとおそらくその変化にはあまり強くないタイプの星ではあるかと思いますけれども、いざとなった時にパワーを発揮できる強さのある星だとも私自身は考えていますので、上手に変化の波に乗ってさえいけば、大丈夫なのではないかと思います。ブログまとめ記事。サソリ座のあなたは昨年2019年12月からの1年、さまざまなことに興味を持ったり、新たなジャンルの勉強に挑戦する機会に恵まれたかもしれません。もし資格取得を目指している方は、いつかそれを実益につなげられる可能性もあります。今までの経験を生かせるチャンスが来ているなら、思い切ってあなたが軸になって動いてみましょう。関わる家族やチームなど、みんなをまとめるのも役割の一つであるかもしれません。コミュニケーションの取り方に窮屈さを感じていた方も、これから2020年12月17日、19日、22日あたりから予測不可能な転換期となるかも。付き合いにくい人と距離ができるなど、好都合なことが起きてくれるかもしれません。もしあなたが母親的な役割を任される場合は、居心地の良さを感じられる場を作るチャンスとなるはず。その際、住まいを整えるような気持ちを持つことが大切です。散らかっているのが人の心であるなら、それを一つずつ大切に扱い、元の場所に片付けていくような意識をお持ちになってください。面倒で難しいと思われるかもしれませんが、きっとその経験を通じてあなたはタフさを身につけていきます。そしてあなたの行いによって救われた人が、いつか感謝の気持ちを届けてくれるのかも。10月のサソリ座。2020年下半期から2021年にかけて予測できない転換期でも、母親のようにぶれず軸となる存在になられるのではないかということと、居場所を変えて OK ということで、あなたの意思とは別に変化させられるようなタイミングが来られる可能性があるわけなんですね。でそこでその波に乗っていただいて大丈夫ということなんですね。10月は10月23日から太陽がサソリ座に入ります。10月31日には牡牛座の満月になるんですけども、ちょうど太陽と月がですね対面するタイミングで、サソリ座さんにとっては牡牛座さんの満月っていうのは結構インパクトがある満月になる可能性があるわけなんですね。で、人間関係やそのパートナーシップにおいて一つのその結論が出るというふうなタイミングなのかなというふうにも思いました。誰かのためを思って、もしその何かをやってこられたんですけれども、ちょっと疲れてしまったりとかされている場合には、クールな判断をされることも必要になるわけなんですね。やっぱり頑張りすぎて消耗してしまわれる方もいらっしゃるかと思うので、あまりそのストイックにならずにですね、ちょっと冷静にクールな視点を持つということも必要なのかなと思いました。11月のサソリ座。11月には11月4日からですね、水星が逆行してたのが巡行に戻るタイミングがありますので、特にそのサソリ座に水星が行って天秤座まで戻って、また
巡航に戻るみたいな動きがこの時期ありましたので、混乱していた人はこのタイミングぐらいから11月4日あたりから少しその目が覚めていかれるような、ハッと気づかれたりとかですね、本当が分かってきたりとか、そういったことがあるのかなというふうにも思いました。で、11月21日には金星がサソリ座に入ってきます。で、がむしゃらに働いていらっしゃったりとか、やるべきことに取り組んできた方はですね、評価が上がるか感謝をされる可能性もあるタイミングなのですね。金星がサソリ座に入ったとしても、サソリ座さんは金星を使われる時にどちらかというと本音を隠されたりとか、不器用な愛情表現をされたりとか感情表現をされたりとかっていう傾向がある星なんですよね。なので、このようなことがあった時もちょっと淡々としてしまわれる可能性もあるんですけれども、内面ではですね、ちょっと嬉しいかなと思うようなことがあるのかなというふうにも思いました。12月のサソリ座で、12月17日に土星が水瓶座に入り、で19日に木星が水瓶座に入り、22日に木星と土星がコンジャンクション、20年ぶりにグレートコンジャンクションとなるというお話を、よくお聞きになっていらっしゃる方も多いかと思います。で、私の、動画でも別にそのグレートコンジャンクションについてお伝えしている内容のものがありますので、またこれに関してはそちらを見ていただければいいかなと思うんですけども、ではさそり座さんにとってそのグレートコンジャンクションがどういったことなのかっていうことでお話しさせていただくとすれば、望んでいた場所に進むためにための方向転換ができるのではないかと思いました。で、移転とか移動っていうそのキーワードもあるんですね。で、これまで迷っていた、そのどうしようかなって迷っていたような時期と考えることができるんですけども、このタイミングからは実際にその変化に向かってアクションを起こすということがしやすいタイミングかなと思うんですね。で、プレッシャーがあっても結果としてその得られるものも多くなるのではないかと思うんですよ。なので、そのプレッシャーっていうのは、その例えばお仕事での役割ですね、さっき言ったみたいに母のように軸になるみたいな、その意味があるとか、私はそのように読みましたので、なのでそのもしそこで難しい役割とかそういったことを任されたとしても、結果としてはおそらく得られるものが多いのではないかなと思いました。で、それは、金星が相手座に入ってまして、火星がお羊座に入ってまして、そこが安定してるんですよね。なので、働きとか頑張りによって得られるものも多くあるようなタイミングなのかなと思えたんですよ。2021年に向けて。で、2021年はその木星はずっと水瓶座にいて、で、あと3年ぐらいですね、 2.5 年から3年ぐらいは、土星が水瓶座に移るというそのタイミングではあるわけなんですよね。ですけれども、そこでそのサソリ座さんはあんまり、そのさっきもお伝えしたみたいに変化するということに対してはあまり強い星ではないんですけれども、十二星座の中で私は一番肝は座っていると考え捉えていまして、なので、なんかそのピンチな時とかそういった時にどっしりとその構えていけるような星でもあると思うんですよ。なので、本当に立ち位置をいろんな意味で変えることができますので、もしその望まれる今立場にいらっしゃらなかったりとか、居場所にいらっしゃらなかったりされた方は、今良いタイミングなので、変化も一つかなというふうに思いました。移転とか移動とかお引越しなんかも一つの方法かなというふうに思いました。こだわりをアレンジ。サソリ座さんは結構その粘り強い星でもありますが、水瓶座っていうその変化改革っていう、そういった意味を表すとすれば、そこまでですね、馴染むようなんではなくって、変わることを恐れる方もいらっしゃるかもわかんないんですよね。ですけれども、さっき言ったみたいに、なんかいざとなれば結構そこに対応していけますし、そのなんだかんだ言っても粘り強くタフな要素が強いと私は考えていますので、あなたのその持た
されているこだわりというものがその良い意味でその変わる、改革されていくようなタイミングなのかなとも思うんですね。なのであなたのこだわりがその評価を受けるとかそういったその意味合いにも取れますし、もしくはそのアレンジを変化改革を加えるということを受け入れることによってで、さっき言ったより良いものになっていく場合もあるかなと思うんですよね。ファミリーと接しやすくなる。あとはそのファミリーですよね。家族とか親しかった人たちとの関係性っていうものもなんかよりですね、そのなんか接しやすくなるっていうんですかね。なので友愛のような、友達のようなっていうのが水瓶座の意味で、さそり座から見た時には4番目のハウスにその天体が入るということになりますので、その友情とか友達のような感覚っていうところに戻っていけるっていうんでしょうかね。そういうのもなんか言えるんですよ。なのでその再会とか、その旧友との再会で、だから学生時代一緒だったあの人間関係とかね、そういったその故郷を感じさせるような人間関係とのその再会とかいうこともキーワードにありますし、もしくはやりたかったことをもう一回再度ですねやれるようなタイミングなのかなというふうにも思いますので、あなたがそのもしそこで家族を作るとか家族を築くっていうことを望まれるとすれば、そういったタイミングでもあると考えられるんですよね。それはあなたが望むものっていうところなんですけれども、そこで変化の波に乗ってうまく居場所を整えるようなことができればいいかなというふうに思いました。最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。いろいろやってまして、Twitter、公式 LINE、詐欺ラジオトーク、メンバーシップで YouTube、ブログなど、いろいろなツールを使って発信をしています。で、占いが好きな方、占星術が好きな方、タロットが好きな方、ですがそこまでのめり込まない方がおそらくうちのチャンネルに合ってる方だと思いますので、なんかその現実的視点とスペシャル視点とバランスよくですね、使っていきたいなと思ってらっしゃる方におすすめかなと思いますので、ぜひそのいいかなと思えた方は今後ともどうぞよろしくお願いいたします。公式 LINE で山田アリス事務所とお友達になってね。